おはようございます。ピレと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、最近はですね、精神科に薬をもらうことが多くなりました。精神科の薬飲むってこと自体はね、過去に介護職でもまあ経験してるんですよ。胃の薬いっぱいもらったりとかね1日4錠みたいなのありましたからねおいって思ってましたけど、今はですね、精神科の薬とか1食か1食1錠、寝る前1錠みたいな、そんな感じやってたんですけど、意外とこれが効き目強くって、まあ、0.5 とか 0.4 とか結構でかいですよね、薬でよく言う。介護職詰めてたんで、薬のね、ざっくばらんな知識わかるんですけど、結構でけえの出してんなって思います。で、あの薬はね、眠れる日もありますけど、もちろんですね、不安が勝り薬。いよいよ本日、戦士パーティーの紹介です。天空の剣、天空の盾、天空の刃取った、三神器、天空三神器で今回は戦士行きたいと思います。いよいよ来ました来たぞ、いてつく波動よ。そしてお供はシールごとスライムおやとなるじゃないですか。いや別に何も恥じることなんてないんじゃないですか。実機時代はね、まあどっちかっていうとドラゴンキッズですらね、ちょっとなんか見向きもされなかった感あるんですよ。実は実機ではスライムやシールごとドラゴンキッズだろう、ミニモンたちっていうのはね、どちらかというとまああまりなんか強い印象は抱かれなかったんですけど、まあもちろんね、このゲームではそれをね、どんどん開花させていったタイプですよね。その強さを次第に開花させていった戦士パーティー。そして今回はね、モリーレンタルであるってことです。スライム、シールドこそ、ともにまあ HP はちょっと低めなんですけど、モリーレンタル相性が発動して、戦士パーティーはーい、開始早々強烈な当たり。こちらも返していけ、スラストライフドーンイエーイやるねおまけじと反撃していくんだよな、これが。戦士でこうなるパーティーはね、実はね、大会で何度か見たことあるんですよ、実は。ナイトリッチとかが流行ってても、なお、このね、モリレン、モリレン知るほど大丈夫なのこのチームって正直僕も思った。現地で見たときに。おっと、いいピロリ入ったね、そこ。ここいいピロリ入った。アーマーかける剣技。レクーさん、はい。いやー、戦士ってのが強いな。現地でも見たんですよ、このパーティーは。僕が。で、ちょっと意外な感じがした。よけた！本当に意外な感じがしたんだよね。そんなパーティーなのって。ただ、このパーティーはちゃんとね、優勝実績ありますね。特に、ペア対戦でも優勝実績があるっていうね、優秀な戦士パーティーだと思ってます。まあ、言うのはやっぱ、凍てつく波動があるっていうのも強いし、モリーレンタルで勇気の早ため。耐久力もね、戦士が一人でもう1300ぐらいありますから。で、相性で上がってもう2800ですからね。だから、水準程度の耐久を持ってます。個人的にはすごい気に入ってます、このチーム、ぶっちゃけ言ったら。さあ、ビビリギリから入って、はい。ほい！あー、どうだろう。3ターン以内に勇気溜まっかな。このチームの勝ち筋は、会心でポン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 やって、思いっきり押し切ることもできます。ただ、勇気を貯める戦法、戦士の2800という耐久を向こうが削れるかどうかっていうのもね。あ、でもちょっと耐えれねえか。ちょっと耐えれねえかな。いやー、ここガードしてほしかった。というわけでいられないガードしてほしかったな。スラストライクで、会心ポンポン出して勇気差をつけていけよ。おれイエーイイエーイここどうする、エクーさんするよね。よいしょ、状態症止めちゃうか。あー、外れたの、やばい、外れた、やばいね。ここはちょっと一旦ここ行きます。勇気ギリギリ溜まるかな。さっきちょっと当たってれば勇気溜まってんだけどね。さあ、残り769を耐えるために本当はドラゴンオーブしたかったんですけど、ダイレクト SP になりませんでした。はい、癒されます。 OK、 一体止まった。 OK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 。3ターン以内にモリーレンタル相性も相まって勇気を貯めることが非常に簡単ですね。特に光玉を使ったら、おー、それあかん起こしに行っちゃったか。いやー、怖いな。こいつらが来るぞ。こいつらが会心出すとやばいな。
やばいって、火力高いなお前ら。しっかり当ててもらえば勇気たまるんじゃないかなっていうギリギリのラインです。はい、おいよいしょ。あ、やばい、ギリギリが、マジでギリギリだなこれ。勇気たまんなかったら結構厳しいな。さあ、烈空山で勇気ためれるか。いや、さっきの外れがやばい。外れたんなんでよなんで2発外す、2発外すは聞いてねえな。あ、2発外すは聞いてねえわその2発が当たってればさ、勇気が溜まってると思うんですよ僕。来たはい、大会でね見たね、あの、あっと言わせる大胆なチームでしたいや、もういきなり企画倒れみたいになっちゃったよ。とりあえず勇気のね、あの、溜めやすいチームであることと、いてつく波動があるってもでかいっすね。三神器をつけることによって発動するこのいてつく波動という技もね、使い勝手は難しいんだけど、うまく決まればマジでハマります。というわけで次はね、この戦法でいきます。1ターン目から使う SP は大体限られてるんですけど、まあこれですかね。勇気の差を気づいたら、あっという間に勇気の差ができていたっていうね、そういう状況を作り出す。はい、そして天使の守りですね、今度は。いきましょう。相手はね、ダッシュラン、スライムナイト、フールブレイクなんで、状態条件を持っていません。攻撃としては、ゴリ押し型なんで。はい。そういうゴリ押し型にさせる、うん今回は避けるな。さてはおめえら、今回は避ける気か。クソ、前回全然避けなかったくせに。前回避けなかったじゃねえか、てめえら。お、復讐果たすのか、今回は。さあ、ただ僕は状態上ないから、その分天使の祈りの回復は入ります。それに対して勇気をどんだけ貯めれるかですね。ただ、避けられたり外してたら、当然、あの、勇気は溜まんないんで。会心とかね、あると全然違う。シールド構造やスライムの会心率に期待もかかりますしね。戦士に関しては、うん、まあ、アベレージヒッターって感じです。あと、勇気が溜めやすいっていうのは、つばぜり合いにも もちろん有利ですからね。森レンタルっていうのがね、強い相性だっていうのを分からせる。いいチャンスです、これは。イオが来るね。これ、1外しがちょっときつかったな。うん、どうだろう、イオは、戦士がやばいかな。あ、まあまあ、戦士がやばいぐらいかな。オッケー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 。この回復力でかい。で、聖なる祈りを解除するにはですね、つばぜり合いとかの状態上でも大丈夫です。なんで、まあ、プレイヤー側としてはこれ止めたいわけですよ。聖なる祈り一人だけでも。なんで、つばぜり合いしちゃいましょう。あ、お互い黄色かよ。ち、ビーコンか。あー、戦士勝った。ビーコンも振ってたんだけどね。多分これはもう許して。これはもう許してください。一人将棋上仕方ない部分があります、これは。おい、あ、じゃあやる、よう避けるわ。でもこうなっちゃえば、つばぜり合いして勝っちゃえばですよ、多分あとは耐久するだけで勝てます。向こうには SP がちゃんと残ってるっちゃ残ってるけどね。だから向こうの勝ち数を削り切るとかですね、削り切るか勇気で追いつく。あー、勇気で追いつくは難しいかな。うわ、来たー、これよ、待ってたー会心は避けれねえし、ガードできねえもんな。いやー、冷たい息やばいね。それが一番やばいんだよ。じいじい冷たい息が。こっちも回復してきます。つばずりもし止まってたら主人公は回復してなかったね。さあ、凍てつく波動を使いましょうか。この状況だとはもう、凍てつく波動で4ターン目まで勇気貯めれば、あと2ターンであれば勝ちです、みたいなもんありますね。さあ、問題はこの聖なる夜を解除するために、幽谷の踊りをね、打たざるを得ない。お前かいこうなると、聖なる祈りは解除されてますね。さあ、その中で魔法使いチームが削り切れるか、フールブレイク、よいしょよいしょ。うお、お前やるね。それを前回なんでできなかった、なんで前回それをできなかったんだお互いハイスペックな戦いです。あ、やばい、これやばいか、やばいって、おいマジか、こいつら、こいつでやるのか。さあ、凍てつく波動で解除、勇気を減らしましょう。いきましょう、凍てつく波動。この何が凍てつく波動怖いかって、うまいこと、本当にうまく決まるか分かんないんだけど、
大魔王で僕が何回も凍てつく波動に苦しめられてるじゃないですか、高校凍てつく波動でね。それをこっち側がやるってことですね。はい、今回はなぜかピエール先に先制してしまったので何とも言えないんですけど、これまさかのピエールより先制するチンジが発生してたんですけど、あ、大丈夫か、これナイスー熱いねこの勝負。次でいける、次でいける、大丈夫だ、次で凍てつく波動を重ねて、もう波動を重ねよ。さあこのターンにもう勇気貯めて勝ちみたいなのがありますよ。これが選手の勝ち方ではある、森蓮選手の勝ち方がなるか、なるなら、なんじゃこいつ、なんじゃこいつはそれなんで前回できてないのそれ。いやでも天使の祈りはね強いよ、こういうゴリ押し型のパーティーに本当に強いからね。勇気の差を、向こうが勇気を貯めるのを絶対に許さない。スラストライク、よいしょ、ちょっとやばい、え、これ凍てつく波動勇気たまっから、そのさ、大事なところで外してない君たち、いつもお前らいつも大事なところで外してんだって。あ、やばい、でもこのやばい、危ねえ、凍てつく波動勇気たまるかな、ダメ押しと言わんばかりの凍てつく波動勇気たまるのか、ガオ勇気たまれ、おお、なんでスライム外したよなんでスライム外したよいや、俺初め勝ったと思ってたんですけど、僕初め勝ったと思ってました。いや、お前らさ、え、何急に会心出してんだけど、あいつら俺強いな、あいつらさあ、同じ戦士チーム同士の戦いですね。向こうの、まあ、向こうが屈強なんじゃ。ナイトリッチおるなさあ、向こうにはナイトリッチいます。天下のナイトリッチ様いますよ。今回の戦法は、さっきは天使の祈りで散りました。天使の祈りごと散ってしまいましたんですけど、今回はですね、この戦法でいこうかなと。勇気がね、少なくとも絶対勇気負けはほとんどないんですよ。普通にやり合ってれば。なので、1ターン目から、光る玉いきます。進化の表で勇気上げて、で2ターン目につばぜり仕掛けます。森レンタルで光の玉とかを使うことにより2ターン目にいきなり赤をね入れることができるんですね。そうすればつばぜりに一気に勝てて有利なね局面に立ち会います。でしかもね、うまく会心が出ればつばぜり合いをしてなお3ターン目にたまるっていうこともありえますからね。さあ3熱風月側、はい、うゆーちょっと待てってお前らうわ、まだ凍てつく波動でね、こう凍てつく波動悪くない。2ターン目につばぜり合いをすると考えればね、勇気を減らしてしまう、相手のねつばぜり合いを不利にするという、相手が緑だったらね負けないからね、相手が緑でこっち赤みたいなね、そういう圧倒的なつばぜり合いも可能です。ほらもう半分いきました。こっちはまあ1ターン目にあれ使ったのもでかいですからね。さあマヒャド斬りが誰に、戦士だからお互い判断力はあまり良くない。でドルマだわな、ドルマはシールドごとか戦士だな、この安定打点、それ一番やばいんだって、その安定打点一番やばい、いやばお前仕掛けましょうか。じゃあね、ここはつばぜりを仕掛けてもう圧倒的に勇気有利に立とうかなと思います。あーでもまあこんなもんか、じゃあお互い結構いいゲージまで行くんじゃないか。あ、黄色同士か、よし、オッケー、よし、オッケー。さあ、こうなると、あと、2ターン、いや、でも、次は3ターン目まで貯めたいんだよな。熱風好きが意外と強いんだよ。まあ、普通の当たりだな。できれば3ターン目まで勇気貯めてほしいけどね。会心がうまいこと出れば、本当にできます、それが。まあ、なんですかね。ただ、はやぶさ、これを2ターンで3ターンとかでやるんだったら、はやぶさ切りとかの方がいいのかもね。バトマスとかのね、戦士でやることの利点というのは遅い凍てつく波動とかそういうところに限ってくるのかな。さあ次の1ターン大事です。向こうとしてはもう削り切るということなんで、これ大変かな
耐えれっかな。うまいこといきゃこのターンに勇気たまるね。でもあでもちょっとギリギリ感あるけど、つばぜり合いをして、つばぜり合い勝っています。てかここで勝たないともう負けこじだぞ。単純にコンバティン自体は強いと思うんですよ。大会で優勝してる形跡もあるから。ただ多分僕が使い慣れてないんだろうな。これ正直言っていい？あ、このパーティー俺が使いこなせてないと思う。ちょっと危ない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 ってね。危ない危ない危ない、270危ない、ギリギリだ。ここで烈風好きはやばい、やばい、烈風好きやばい。終わるか、待って、負け越しになっちゃう。負け越し、もう負け越しを決定してしまったんで、まあもう魔王戦で行こうと思います。いやもうこんな綺麗に負け越すこと魔法使い以来だぞ。多分もっとうまく使えばよかったのにな。レジェンドマンサイクル、また出てきたよ。ラストバトル、ラストが綺麗に勝てる可能性あります。ただ今までね、武道の悪夢とかで勇気が貯めれないっていうのはいっぱい見た光景じゃないですか。このチームであれば森レンタルですね、初めからの勇気補正もあるんで、光の弾を使って3ターン以内に勇気を貯めるのは比較的現実的なんじゃないかなと。森レンの強さここで現れし、森レン戦士の強さ見せてやれ。同等じゃ見ないからね、光の弾バッチリ使ってバンバン決めていこう。いやー、シルゴゾムスライムの選手も別に個人もね、絶対弱いわけじゃないんだよ。多分これはね、今回に至っては自分の采配不足なとこあるね。ちょっと SP もうちょっとやり終わったなーって思っちゃうしな。いてつかあのタイミング間違えた感がすごいね。だからうまいこと広告、たとえつばぜり合いに負けたとしても、このチームって高校いてつか波動でうまく決まればね、遅延が可能なんですよ。それを見せたいけどね、やっぱバカズが足んねえよ。俺バカズ足んねえって俺が言うの。それ俺許されていいのかな、この手の発言。悪夢が怖いです。シールドこそあたりがちょっとね不安だね。お前かい。いやこうなるときついな、寝てるまんまが。それで進化の火を使ってたまるかわからんね。1回心欲しいね。っていうことは、いや眠ってんのきついで、デイン打点も結構食らってくからね。3ターンで光の弾使うしかないと思う。天使の祈りは悪夢でかき消されるんで。さあ勇気が同等になりました。まあしゃあないですねこれは。いやもう戦士がこうデインを受けちゃうのかな、きついな。寝てるねスライム、起きて。さあレッグーザーにとにかく攻めていこう。ちょっと会心欲しい。爆発力あるチームなんだよな、これって。会心がもう2連会心とかにね、一気に勇気たまるとかね、そういうのも体現できるチームだし、正直ね、まあ、戦士レベル99は何ですか、そのチームみたいなこともあったけど、さ、ちょ、天空の盾仕事して、天空の盾仕事しねえしさ、なんで天空の盾は仕事をしないの。悪夢飛んできてんだから天狗の盾は仕事してくれや。おい勇気たまんのか本当にこれ。本当に勇気たまる、3ターン目に勇気。いやきついなーこれは。ああもうどこどこんなんだもん、どうすんの。いや武道が強えわ。だってこのターンに勇気たまる方は勇気の総裁で負けだぞ。このターンに勇気たまると勇気の総裁で負けだ。やるしかねえ、心理こそにかける。いやスライムたちが動けてない、きついな。ほらーやばいって、これはやばいな。勇気の同等じゃ勝てない。魔王最強の武道に勝てれば、正直今までの参戦はなかったことでもいいぐらいだもん。しっかり悪夢で寝させてくるんでね。しっかり悪夢が飛んでくるんでね。やめてよ。やめて。天空の盾はどうしとんの、天空の盾は何をしてるの。天空さん神器のいいところってのは天空の盾でもあることですからね。あとかっこいいですよ、兜がついててね。あ、非常にかっこいいです。だから見た目としてもお気に入りなんですけど、お気に入りなんですよ、それを分かってください。これです、今この状態です。
向こうは全員盾をね取ることが可能です。いやもうダメだダメだおめえらやっぱダメだよ、おめえらやっぱダメなんだよ。もう凍てつかどうして遅えんだよ。高校凍てつくをここで決めてね、こっちだけがとどめを打つという夢のような展開もねできるかもしんないよ。うん、でもその前にメラゾマで死ぬんだ。どう見てもどう見てもメラゾマで死ぬんだ。うん、これは悪かったって、戦士の極致だって言ってた俺が悪かった。こういう時に鉄カードが輝くんですよ。相手がマックスだった凍てつカードでかき消します。高校凍てつくをね自分がやる、このね恐怖に震えろって話です。震えろよ武道。音いけいけいけ頑張れ。音相手の攻撃って言われるぞそのうち。もうでも HP206 しかねえんだ。もう結果見えてんだ。さあ勇気は同等です。ここから206で、あと武道の攻撃を耐えないといけません。音相手の攻撃はい。この戦士チームはきっとね上手い人が使えば絶対強いんだろうな。なんだこのダメージ。悪かったって。